5年ぶりの SG に沸くボートレース宮島第30回のグランドチャンピオン。競争水面は明日のファイナル、残る2つの席をかけての戦い、第12レースの準優勝戦です。風は全くありません。穏やかなコースコンディションです。それでは対戦メンバーです。1号艇は峰竜太、2号艇桐生純平、3号艇田村貴信、4号艇菊池光平、5号艇篠崎元志、6号艇松田裕樹、以上の6名です。枠なりの待機行動。インは1号艇人気の中心峰竜太。一足お先に弟子の上野選手はきっちり逃げました。峰も勝って約1年ぶりの SG 優出目指します。2コースは2号艇桐生純平。桐生は半年ぶりの SG 優出を狙う一戦。3コース3号艇田村貴信、 SG は7ヶ月ぶりの優出がかかっています。4コース角は4号艇菊池光平。菊池は第24回大会の覇者、スタートも決まってて怖い存在です。5コース5号艇篠崎元志、ここは半年ぶりの SG 優出をかけての戦い。6コースは6号艇、自身2度目の SG 優出となりますか、松田裕樹。第12レース準優勝戦、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタートは4号艇の菊池、内3番を飲み込みそうですが、さあ飲み込んだ。4号艇がまくっていく、まくり出し狙って5号艇1号艇と残せずバック側に入りますが、さあここはまくった。4号艇菊池系光平がトップに立って早くもリード、その後ろは混戦です。外から5番1番6番と3手並んで、さかなく追ってくるのは2番。スタートは正常でした。2マークマストップで4号艇が回っていく。1加算は6号艇が先行。角度をつけた1号艇ミネの刷新が出てきました。さあ1号艇のミネが2番手浮上、リード2停止広げて、3番手が6号艇の松田。体形ここで4番1番6番、レースは2周目、2周の1マーク。トップは4号艇菊池、そして2番手は1号艇のミネ、後ろから5号艇がやってきて先に回り、回して差し返す6号艇の松田。バック側に入って3番手は6号艇松田裕樹、リード2停止で4番手が5号艇篠崎、後ろは2号艇の桐生、最後方が3号艇田村です。1周の2マーク、トップ取り返す4号艇菊池、2番手は2マーク鮮やかでした1号艇ミネ、合わせてきた5号艇、握り込んでいった6号艇かわしてホーム側に帰って、上位の体形は4番1番6番、しかし離れず追走4番手が5号艇です。篠崎で6番5番、低価格は僅差2停止ぐらい。これから3周の1マーク、さあまだまだ僅差ですが、6号艇の松田が5番を抑え込んで回っていき、バック側体形は4番1番6番です。このまま4番1番6番で決まりますと3連単は満周 115.2 倍のオッズ。さあこの12レースからは菊池光平と峰竜太、この2人が明日の優勝戦進出を決めそう。ラストランマーク、そして3番では6号艇の松田、後ろから5号艇の篠崎で、体形は4番1番6番です。第12レース、先頭4番ゴールイン、1番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、ラストで3番ゴールイン。